皆さんこんにちは。江戸前漁師の漁師を元気にする会で、の田中と申します。こちらの会は江戸前の魚介類を扱っております。東京湾で獲れたものだけを扱っております。東京湾で獲れた、魚介類を皆様に食べていただいて、東京湾をきれいにしようという趣旨で行っております。一番のおすすめは何といっても本気の素材です。はい、味はあさり、食感はハマグリ、とても美味しいです。はい、味が濃く、酒蒸し、ワイン蒸し、バター蒸し、スパゲッティ、お味噌汁、お吸い物、何でも大丈夫です。冷蔵庫で1週間ぐらい持ちます。はい、ぜひ皆さんも、東京湾のものを食べていただいて、東京湾をきれいにしていきたいことに、協力お願いします。以上です。